ボジダーン・アリー・セラージ・ュ・ワブドン・ラヒーム・シャハル・ハーニーは、サウジアラビアの柔道選手である。シャハル・ハーニーは2012年ロンドンオリンピックに、サウジアラビア代表として選出された二人の女性の、うちの一人である。彼女のオリンピックへの参加は、国際オリンピック委員会が、サウジアラビアオリンピック委員会に対して、選手団に女性を含めるよう圧力をかけた後に、決定された。 サウジアラビアオリンピック委員会は2012年大会においてサウジアラビアを代表する間どのように振る舞うべきかに関する特別ルールをシャハルハニに課した。シャハルハニはイングランドロンドンで開催される2012年夏季オリンピック代表に選出された2人のサウジアラビア人女性のうちの1人である。シャハルハニは柔道競技の 78kg 超級に参加する予定である。 もう一人の選出されたサウジアラビア人女性はペッパーアーダイン大学を拠点とする陸上選手のサラッタールである。シャハルハニはオリンピック出場資格基準を満たさないにもかかわらず国際オリンピック委員会の特別招待によって選出された。シャハルハニは サウジアラビアが女性のスポーツへの参加を強く妨げており、女性のための国内大会が開催されていないため、ほとんどのオリンピック選手とは異なりこういった国内予選を通じて参加資格を得ていない。このため、オリンピックが初めての公式試合への参加となっている。シャハル・ハニのオリンピックへの参加は、女性が国を代表してオリンピックに参加することに対する、 サウジアラビア国内の反発にもかかわらず決定された。最終的にサウジアラビア政府は女性の参加あるいは制裁を求めるスポーツ及び女性の人権に関する活動家からの国際的圧力に屈した。IOC のジャック・ロゲ会長はシャハル・ハニとアッタールの参加について IOC はサウジアラビアオリンピック委員会と緊密に協力してきた。 我々の継続した対話が身を結んだことを喜ばしく思うと述べた。サウジアラビアオリンピック委員会はシャハルハニの参加を宣伝しないことを選択してきた。また、サウジアラビアオリンピック委員会はロンドンでのオリンピック期間中、シャハルハニが控えめな服装をし、男性の保護者に付き添われ、男性とは交流しないことを要求している。その上、 彼女の競技服装はシャリーアに従わなければならない。試合の直前まで、スカーフ着用での試合参加が認められるかどうか、議論された、最終的には、着用が認められることになった。スカーフ着用で試合に挑みプエルトリコ代表のメリッサ・モヒカと対戦して82秒で負けた。ありがとうございます。